どうも、しょっぴーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はちょっと久しぶりにあの動画をやってみようかなというふうに思います。まあ、と言っても、あの動画って何っていうことは気になる方いらっしゃると思うんで、まあ、タイトルにも出ちゃってるんですけども、こちらです。こちらが今僕が使っているバックパックです。これは本当に収納力はそこまでないんですけど、こう中にすごい収納スペースがあったり、ここもクッションがこうほわほわしてるこのドラちゃんのこの後頭部と同じような感じの素材が今ここにもこうあって、パソコンをしっかり守ってくれたりとか、そうあとこう四角くてね、ちょっとこう形が崩れにくかったり、あと1あと2っていうね、2ウェイの持ち方ができたり、あと撥水性も抜群なので、水バーって雨かかっても全く中の濡れる心配はないっていう、まあそういうのがあるんですけど、まあ、今回はこのバックパックのレビューではなくて、この中に入れているものっていうのが、その前回の What's in my bag から変わったのかどうかっていう。はい、出張となったらですね、ちょっと壮大になってきました。まあちょっと壮大というか、ごちゃごちゃしたものが結構増えました。僕自身ちょっとチェックしたいなと思いまして、今回は What's in my bag 中身変わったのかなっていう、そういう動画にしたいと思います。大体こう What's in my bag をやる動画って、私のカバンの中身こんな感じって言って、こう自分ではもう状況を把握しているものをシェアっていう感じだと思うんですけど、僕の場合はなんかこう変わったのかなっていう、あなたと一緒に見ていきましょうみたいな、そういうスタンスでやっていきます。はい、やらせていただきます。なので、よくある What's in my bag を期待している方は、期待外れになってしまうかもしれませんし、前回から何も変わってない可能性もありますので、そこ、なんだよ、全然変わってないじゃんっていうふうに、まず、もしかしたら思わせてしまうかもしれないので、そこのとこは、ちょっとご了承ください。はい。今の僕のちょっと見にくいですね。本当にがっつり遠出をするときにパッキングするならこれっていう、そういうやつですね。こうやってパッと見ると少ないと思うんですけど、この中にちょっと小物がギュギュギュッと詰まってるので、例えばこの中身ですとイヤホンであったり、ホチキス、のり、爪切り、耳かきがいろいろ入ってまして、ここに SD カードとかも入ってて、でこっちには外付けハードディスクが入ってるので、そう他は入ってないんですけど、そうなので一応これだけしかないなっていう感じがします。っていうのと、これだけの荷物であったらこのスーツケース1個で十分事足りるじゃんっていうふうに思うと思うんですけど、確かにそうだなっていうふうな感じでは思うんですけども、お財布だったりカードだったりっていうのはもうこの中に入れておいた方がもうさっと取り出せますので、本当にがっつりいくならこの2つは持っていくかなっていう感じです。一回やってみたことあるんですけど、やっぱりこの出し入れがちょっと面倒くさかったので、そうこの2つの方がちょっとなんか荷物は大きくなるような感じはするんですけど、便利なのでこの2つの組み合わせの方が。なので一応この荷物はこれだけしかないんですけど、まあ、一応洋服とかはまあこの中には入れてなかったり、あとはこう現地調達したりするので、がっつり外出かけて仕事もできるし、生活もできるし、遊べるしっていう、その組み合わせはこれです。あ、ごめん、ドラちゃんはどうしようかな。ドラちゃんは地震が起きる前にチャンネル登録者数1万人いってナチュラルプレゼントしようね。でこれが僕の日常で使っているとか日常で入れている荷物になります。あ、正直これは家で眺めていてもいいんですけど、なくしちゃうリスクもあるし、家に持っていてもいいと思うんですけど、なんかこれはカバンの中に入れとくと、まあ 50g ぐらいですから、重さとしては。たまに持ってきます、たまに持ってきます。普段はこの中に入れときますけど。で、僕が普段の仕事だったり、普段移動するときには、中身はこれですね。なんか前回と比べてどうでしょう？これがですね、僕の通常モード&、オフモードのですね、カバンの中身になります。なんかだいぶ固まってきたんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、一応カテゴリー分けすると、お財布関係、ガジェット関係、その他、ノートであったり、書類関係って感じですね。はい。です。あとこれ、一応、匂いを気にするやつですね。はい、いかがでしょう。これが多いか少ないかの判断はちょっとあなたのコメントをお待ちしてます。僕は前回と比べたら、だいぶ減ったかなというか、さらに無駄が削ぎ落とされたなっていう感じがしています。だいたいこういう動画上げると、いやそんなミニマリズムじゃないよとか、普通に物多いじゃんとか言うと思うんですけど、一応僕は普段こう外を歩きながら、たまにカフェなんかに入って仕事をしたりするので、そうなので最低限やっぱパソコンは必要だったりします。本当はやっぱりこうパソコンがこれがなければもっと軽くなるよっていう、もう財布と携帯だけ持つのが、それがミニマリズムっていう感じも、その気持ちもすごい分かりますし、僕もそれで移動できたらどんなに楽かっていうふうにことを思うわけなんですけども、なのでその前の動画で iPhone1 台だけで仕事できるかなっていうようなことをチャレンジしてみたわけなんですけども、タブレットがあれば仕事できると思うんですけど、ちょっとスマホ1台だと仕事ができなかったので、ちょっと今パソコンを使わせていただいてるっていう感じです。あと10分ぐらいで仕事に出なきゃいけないので、本当に簡単にさらっとやらせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。僕の感覚ではやっぱちょっとずつ本当に必要なものが研ぎ澄まされてるというか、そう前回なんかまだちょっと余分なものがあったかななんていうふうには思うんですけど、お財布とカードの2つ分けてる、これ意味あるんですかとかいう気持ちもあって、そう僕自身まだわからないです。それはいずれも決済はスマホだけになると思いますし、そうまだまだこれは改良の余地はあると思います。でも前回から比べるとやっぱちょっとずつ物は減ってるなというか、本当に必要なものはこれだなっていうのがもう僕の中で確信に変わっている部分もありますので、なのであとはこの荷物を入れるのがこのバックパックで適してるのかっていうとこですよね。このバックパックでも結構重いんですよ、これ。身軽じゃないですね。これはちょっと近々あなたにまた断捨離プレゼントをさせていただくかもしれません。いやもったいないもったいないそんなことっていうふうにあなた思ったと思いますし、僕もなんかそんなポンポン手放してちょっともったいない気持ちもあるんですけども、身軽になることを優先させてもらいたいので、そうなのでどんどんこういったカバンであったりとか、あとこういった中身なんかもまだまだ改良の余地はあると思ってますんで、そう楽しいんですよね、こういうの考えるのが。考える時間があったら仕事しろとかいうふうに思うかもしれないんですけども、この動画をご覧いただいている視聴者、ちょっとでもこう楽しい時間になってくれてるんだなって思うとすごい嬉しいですね。やっぱ YouTube っていいっすね。もっとこれをこうしたらもっと身軽になれるかもしれませんよみたいな、そういう意見があったらどんどん取り入れていこうかなというふうに思ってますんで、もしあなたがこの動画を見て、今回の動画を見てもっとこうしたらとかそういう意見があったらぜひぜひ教えてください。はい、じゃあそれでは行きましょう。ただいまー。いや暑いですね、本当に。よいしょっと。100均で買ってきた靴下、ミニ靴べらです。もう夏です、もう夏。本当に軽くなれば身軽になるのかって言われたらそうじゃないかもしれないんですけども、とりあえずその暑いと思いで結構ストレスを感じたというか、だるいなだるいなっていうふうに思っていたので、今年の夏は軽さをちょっとテーマに荷物をちょっと入れ替えていこうと思います。カバン自体がちょっと重くなってきたというふうに感じるので、ちょっと次はこれをブラッシュアップしようかなというふうに思います。僕も正直もういい加減自分にもうミラクルフィットするやつ欲しいって思うんですけど、いろいろ僕も試行錯誤しながら、迷っております。ということで今回は前回と比べて今回 What's in my bag の内容は変わったのかなっていうのをあなたと一緒に見てきたのと、実際その今現時点でのカバンでこの暑い中ちょっと歩き回ったところ、あれもちょっとブラッシュアップしたいなっていうお話でした。ちょっと気持ちが軽くなりましたとか、そういう荷物少ないんですねとか、ちょっと意見とかありましたらぜひぜひコメント欄に書いていただきたいですし、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押すのもお忘れなくお願いいたします。はい、ということでね、ドラちゃんはこれは軽いんですよ。これすごい軽いんですよ、これ。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。